したかったんじゃないけど、だいぶこう気持ちもちょっと乗ってきましたね。はい、栗山さん、はい、ツーアウトランナーなしでクリーンナップを迎えたかった日本にとっては最高の形ですね。まあそうですね、ただあのこの点差ですから1人出せばということになってしまうので、はい、もう1人が出ました。初球打ち積極的に行きました3番バッター法政敏。そしてこの大声援、台湾への声援、1人出れば2アウトですが、東山さん、日本はピンチになってしまったような追い込まれたムードになってきます。そうですよね、まあそうですけど、まあ今の気持ちというかダルビッシュの気持ち前に出てきますから、はい、もう力で押すか、ね、押していいですよ。もうですね、星野監督がダルビッシュは日本のエースだ、彼はエースだ、そう強い気持ちでダルビッシュのことを話してくれたことがあります。一塁がベンチですけど全く動く気配ないですね。そして4番のチンキンポー、まず外のスライダーから入りました。古田さん、はい、ここはダルビッシュが4番のチンキンポーをどう抑えるのか。そうですね、笹崎はどうやってこうリードしていきますかね。まあ、真ん中からアウトサイドの高めに行く球が一番危ないんでね、はい、低めコントロールされるのが大事です。ここは大丈夫です。今のコースは大丈夫なんですか。ここに決まればダルビッシュ君のストレート スピードだったらまず打てないです、はい、今のは最高でしょう。ツーシームで次のボールでも有効になってきますからね、はい、今度は外です。里崎、ただこのスライダーが古田さん、そうですね、まあ、甘くなっちゃいけないっていうのも分かってるんですよね、はい、やはりあのデータあの見てるのは多分アウトハイ、ここが一番危ないから、外に抜けるのだけは気をつけようというもう打ち合わせしてるんで、どうしても低めに、そこはもう注意してますからね。このバッターが一番打つことは分かってますから。韓国戦リードしたのは阿部、そしてこの台湾戦は里崎がダルビッシュをリードします。低め、うん、外れた、外のストライダーも打ちたかったですよね。カウントが悪くなりました。カウントが悪くなるとね、まあ、迷うところですけど、まあ、やはりインサイドできますね、はい、インサイド構えた、東尾さん、はい、避けたかったホームラン。そうですよね、ちょっとこう、まあ、ワンスリーというカウントの中でどうしてもストライク欲しいというところがボール一つ二つ中に入ってきましたよね、はい、